皆さん、こんにちは。元横綱の貴乃花光司氏。再婚相手は30年以上前に交際した初恋の相手？その真相が何だろう？今日は貴乃花氏のことについて紹介します。まずは、貴乃花氏の経歴とプロフィールから紹介します。貴乃花光司は、東京都中野区出身の双子山部屋に所属した元大相撲力士で第65代横綱。本名は花田光氏。愛称は貴乃花光司。相撲協会退職後は本名や元貴乃花親方、貴乃花氏、貴乃花さんと表記されることが多い。引退の時、現役時代の功績に対して一代年より貴乃花が認められ、貴乃花部屋の師匠を務めた元横綱の貴乃花光司氏が1歳上の一般女性と再婚したことが28日分かった。同日発売の週刊文春が報じ、貴乃花事務所の所長がエンカウントに、報道に関しましては記事の通りですと回答した。同氏によると、再婚相手は貴乃花氏が10代で重量だった頃に約2年間交際していた初恋の相手だと言い、今年3月女性から貴乃花氏へ送った手紙をきっかけに再会。30年以上の時を経て再びの交際がスタートしたという。貴乃花は1995年5月に元フジテレビでフリーアナウンサーの河野恵子と結婚し、3人の子供を設けるも2018年10月に離婚。同氏によると、女性は4人の息子を育てて、夫とは4年前に死別したという。エンカウントの取材では、貴乃花氏は絶縁状態の母でタレントの藤田紀子、兄で元横綱のタレント若乃花、同じくタレント活動をしている長男花田優一、次女後白河玲にも再婚の事実を伝えておらず、家族は一様に驚いている。貴乃花氏の元妻、河野恵子さんが書いた「心の真実に13年のすべて」を読んでみた。貴乃花氏の弟子が横綱だったひまふじに暴力を振るわれた真相、その後の癌なとも言える当時親方の対応、そして今度は自分の弟子が付け人に暴行を振るった事件、さらに部屋を突然閉じた謎、離婚の原因などなど知りたいことはたくさんあった。何か真実を暴露しているのか、少なくとも相撲界の血みもう両逆元とか、花田家にまつわる親兄弟との不仲の不思議さとか、それらには触れているのかと思ったが、知りたいところには全く触れられていないのが真相であった。彼女は著書の中で貴乃花氏を絶賛し続ける、彼は常に相撲のことを考え続ける勝負師であったと、現役アスリートなら誰もがそうに違いない、鬼の形相と言われたあの一番、そう小泉元首相が痛みに耐えてよく頑張ったと褒めたたえた。2001年の5月場所については詳細に書かれているのだが、その時夫である横綱が何を言ったか、夫婦の間にどんなやり取りがあったのかの記述はない。だから貴乃花がどれほどの決意を持ってあの優勝決定戦に挑んだのかが分かりづらい。封印してきたいくつかのこと、とタイトルのついた章ではこれまで報じられてきた様々なことに反論している。貴乃花が整体師に洗脳されたと父親にまで言わしめた話を持ち出してはいるが、洗脳ではなく身体を治してくれる方に対して礼をもって接していただけと断言している。礼をもって整体師に接していると親や兄と疎遠になるのだろうか。あの頃確かに仲の良かった兄の相撲への態度を批判するようになり、父とも口を聞かなくなったはずだ。洗脳でなければなぜ親兄弟と不仲になったのか、その疑問も解けない。そもそも彼女にとっての義父母や義兄について一切の記述がないのだ。そしてこの章ではメディアへの疑心暗鬼がこれでもかというくらい書き込まれている。貴乃花は株など手を出したこともないのに株で大損したと書かれたとか、彼女が銀座でメディアを巻いたら翌日銀座で豪遊と書かれたとか、読む側としては今となってはどうでもいいことのようにさえ思われる。離婚の原因など当事者だってわからないことがあるのだから、その真相を知りたいと思うのは余計なお世話だ。ただ彼女はこう書いている。以前から離婚することが2人の間で話題になるような感情的な言い争いや修羅場のようなことがありました。
これがただの夫婦喧嘩という範疇のことなのかどうかはわからない、どういうことが原因だったのかもわからない、修羅場という言葉まで使っているところを考えると、ただの夫婦喧嘩とも思いにくい。ただこの文章のすぐ後に、乗り越えなければならない出来事が起こって二人で乗り越えてきたと書かれている。さらに文章はこう続く。私たちは夫婦でありながら同志、戦友のような存在でもありましたし、彼は矢面に立って私をはじめ家族を守ってくれていたのです。修羅場のような夫婦喧嘩をしながらも乗り越えなければいけないことがいつも起こって二人で乗り越えてきた。そこまではわかるのだが、結局彼は矢面に立って家族を守ってくれていた。この文章の意味がわからない。夫婦のことに関しては、こうやっていつの間に母蔵がされているような感が拭えないのだ。かっか相用とはこのことか。かっか相用はかゆいところに手が届かないように、物事の核心や急所に触れずもどかしいこと。一方で控えめながら真意を吐露していると思われるところもあった。6年前に円形脱毛症になったことを何度か書いているのだが、これは明らかにストレスだろう。心も体も悲鳴を上げていると彼女自身感じていたという。ただここでまた不思議な記述が出てくる。そんな時、貴乃花が河野恵子として仕事をしてみたらどうかと言ってくれたというのだ。そこまで細やかに妻の生き方まで考えてくれるような夫と修羅場のような喧嘩があるのだろうかと、読者であるこちらは頭を抱えてしまう。貴乃花は離婚後、円満離婚ではないですと言った。だが恵子さんは著書の中でも円満離婚を強調する。その認識の違いが結婚生活にも起こっていたのかもしれない。個人的には恵子さんを非難するつもりは全くない。結婚も離婚も個人の自由である。ただせっかく言えないことがたくさんあったけど、自分の言葉で伝えたい、当日にまで書かれているのだから、読者が期待することに少しは依頼てくれてもよかったのにと思わないでもない。相撲のことしか考えられない夫についてはよくわかる。だが一般社会人から見て、あの日間藤絡みの暴行騒動の時の親方の態度や行動は首をかしげざるを得ないものがあった。教会の人たちが自分の部屋に来ているのを分かっていながら車を発進させてしまったこと、話し合いを拒否し続けたことなどなど、隠蔽されると思ったのなら公開での話し合いを要求するなど、メディアを味方につける方法だってあっただろうに、彼がそうせずにただ黙していたのはなぜなのか、それを妻である恵子さんはどう感じていたのか、そしてせっかく起こした部屋をなぜあれほどあっさり手放したのか、親子とも辞任していたような弟子との関係をどう思っていたのか、知りたいことはわからないままだが、彼女は第三の人生を自分らしく生きていきたいと述べている。結婚も離婚も自分の意思でするものだ。新しい扉を開けば別の世界が見えてくる。結婚はめでたいが、離婚もまためでたいものなのかもしれない。2003年に引退後、日本相撲協会理事に当選した貴乃花さん、現在はテレビで見かける機会が少なくなった貴乃花さんですが、ネットで調べるとこのような状態に。よくセットで調べられているものが候補として出てくる仕組み、つまり貴乃花さんが現在何をしているのか気になっている声が多いわけです。ではここから貴乃花さんの現在の活動について確認していきましょう。貴乃花さんは絵本作家として活動しています。貴乃花さんが作成した絵本はこちら、小さなバッタの男の子、光のテーブルとっても大切なカエルのお話、パラパラ漫画作家鉄拳とコラボした光のテーブル、とっても大切なカエルのお話という絵本は印税で揉めたため現在も発売がされていないようです。貴乃花さんは貴乃花浩二としてタレント活動をしています。貴乃花さんの活動はこちら、テレビ CM、 フルナビ出演、テレビ番組かまいたちの名所名物先取り旅3出演、テレビ番組ショジャパン出演。貴乃花さんは2020年3月より神奈川歯科大学の特任教授を務めています。同年11月、噛み合わせの大切さと大一番での心構え、平常心の保ち方というテーマで講義をしました。勝負の上で噛み合わせの調整が重要であることを学び、
神奈川歯科大学の特任教授を受けるきっかけとなったそうです。貴乃花さんは相撲の普及を目的とした一般社団法人貴乃花道場を運営しています。貴乃花道場の活動実績はこちら。2021年9月26日新潟県柏崎市講演会、テーマ我が相撲道日本の心。2022年7月31日子どもの笑顔を輝かせる白糠町土俵プロジェクト。2023年1月16日日本経済新聞社、日本経済新聞掲載。相撲と稽古で学んだ心構えに関する講演会や相撲体験イベントなど、さまざまな活動を日本各地で行ってるようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。